そこの君、秀吉はまだ本気じゃないよ。貴様と我とどちらの知略が優れているか、しかと思い知らせてくれようぞ、竹中半兵衛。君は何も絶望しない、渇きを癒すこともない。それはそれで幸せだけどね。君の兵器は興味深い。もちろん君以上にね。今すぐ5000万両用意できるかい？そしたら豊臣軍に入れてあげてもいいよ。考えようによっては使える。いや、ダメか。どう考えても無理だ。人を見る目には自信があるんだ。君は見込みがある。豊臣軍に入らないか？安心したまえ。一騎のない国は秀吉が作るよ。特筆すべきことはやはり何もないな。もう決めた。豊臣のために役立ってもらう。君のことは嫌いじゃないよ。でもそれとこれとは話が別だ。秀吉の心を波立てる障害、僕が排除する。残念だよ、君たちにはがっかりさせられる。君があの勘に触る男を甘やかしたのかい？北条にはもったいないよ、君の名前はね。城と浅知恵だけは立派だったよ。あなたの力は豊臣のために役立てるべきだよ。手足のように使うには賢い人間を選ばない。これは君のことだよ、片倉君。君を見ているとどういうわけかイライラするよ。君は何者にも動かされない。力に、死にだから豊臣の名の前に滅ぼす、それだけだ。雪村君、君は何も分かっていないよ。君と違って僕にはかける命すらないんだ。軍神と潰し合うのを待っていたのだけれど、そうもいかなかったよ。僕には時間がない。君のように感情的な忍びがいるとは、軍神殿も見かけによらず苦労しているんだね。いろんな意味で常識を超えているね、君は。実にうるさいね。鬱陶しいよ、君は。申し訳ないが、君の相手をする時間は全くない。飴をもってして兵を動かす技量、君からしっかりと学んだ方が良さそうだね。君の正義は随分と空白が目立つね。君はもはや常軌を逸している。制御できない人間は僕には不要だ。この国の象徴はただ一つ、秀吉がいればそれでいい。あなたとはあまり話したくない。僕の弱さを嫌というほど気づかされる。さよなら。哀れみをもって君を葬ろう。